ヒンジの使用例ヒンジヒンジは切手をアルバムリーフに貼るときに用いられる糊がついた小さな紙片で蝶津外の働きをする。材質はハトロン氏様の半透明の紙である。アメリカの用紙メーカーでニソン社製のものが最も優秀であるとされていたが、1980年代に製造が中止された。なお、同社の製造設備を買い取った。 アメリカの業者が復刻を試みているが、その成果ははかばかしくない。ヒンジの条件としては、剥がす時に切手を痛めないことが最大の条件である。第二次世界大戦後、切手を保護するマウントの開発で、特に未使用切手をヒンジでアルバムに貼るコレクターが減少し、近年ヒンジは衰退の一途をたどっている。切手の価値については、未使用の場合、 ヒンジ跡の有無が要素の一つとなるが、切手の発行時期によっては、ヒンジ以外の方法がなかったために、ヒンジ跡が重要視されない場合もある。また切手点の審査においても、大抵の場合ヒンジ跡があるだけでは、ペナルティの対象とはならない。ヘの字型になったヒンジは、短い部分を切手に、長い部分をアルバムリーフに貼り付けることが可能である。 唾液などで少し湿らせることにより使用する。糊はアルバムリーフに保存するには十分であるが、また同時にそこから剥がすことができるようになっており、多少のヒンジ跡が残るが、へげるようなことなく剥がすことが可能。小型シートなどは複数のヒンジを使用することによってアルバムリーフに貼り付ける。ありがとうございます。